に南モンゴルの方がいらっしゃいますので、3名ですね、私の右隣、皆さん向かって左隣にいらっしゃいますので、お話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、南モンゴルから参りました3名、我々は、南モンゴルクルーテの副代表の2人と、私は幹事長を務めている大臣と申します。今日このキャンドルを使って、チベットの150名以上の昇進抗議者が出た、で我々南モンゴルでも、一人のモンゴル人が、自分の牧草地を、守るため、中国人のその、業者の、トラックに生き殺された、時間が起こりました。それはちょうど5月11日、あと2日ですね、今から7年前2011年の5月11日の、ことでした。中国共産党政府は、我々南モンゴルを侵略してからもう70年過ぎています。実は中華人民共和国できる2年前に、我々南モンゴルに浸透してきた、中国共産党でした。それから、我々南モンゴルに対していろいろいいこと、綺麗なことを、約束してきたんですけれども、それは、全てが嘘になって、逆に我々南モンゴル人に、行った大虐殺を行いました。それが、66年から76年の10年間の間、モンゴル人を、10万人も殺したということですね。ここで飾られている一人のモンゴル人はとても象徴的な、これは最近の出来事であります。その中国が、開国開放っていわれる1978年から今40年過ぎてるけど、我々南モンゴルでさらにそういう殺したと虐殺をジェノサイドを行った後で、我々の、土地を奪ってその文化を消そうとしている、その上で、我々の歴史を捏造したり、解散したりして、全てを中華人民共和国の我々は中華民族の一部であろうということ、実はそうではないです。我々は、昔から、モンゴル、今でもモンゴルです。それは変わりはありません。ですからとても分かりやすいに説明しようとしたら、我々は、南モンゴルというですね、文字通り、モンゴルの南の一部です。ただそれが中国に侵略された、一部です。今のモンゴル国ではありません。ですから、モンゴル人、今の中国で言われている、いわゆる内モンゴル自治区で言われているんですけれど、その118万平方キロメートル面積的に、モンゴル人は420万人も暮らしていますね。もちろん中国の中で、中国共産党に支配されているモンゴル人は600万人も、及ぶんです。それは内モンゴル自治区だけじゃなくて、その周りの例えば、黒竜江省、吉林省、遼寧省、河北省。